こんばんは、小川恵里です。音楽で旅をする番組、音旅。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しているんですけれども、今回はオランダ人のテクノ界の貴公子なんて呼ばれているヨリス・ボーンでございます。ヨリス・ボーンのこちら、じゃじゃん、フューチャーヒストリーという彼のデビューアルバムなんですけど、このアルバムの前に発表したインシデント・シャイニングっていう曲がテクノ界では大賞賛されて、でそこから出したアルバムになってます。シャイニングのリミックスはこの中に入ってます。まあでもインシデントめちゃくちゃ聞いた記憶がありますけどね。その当時クラブでいっぱい聞きましたね、本当に。このアルバムなんですけど、こう結構こうパワフルで、まあ、聞いてると勝手にもう体がこう乗ってきて、思わずこうなんか踊りたくなるような曲がもうずらっと全曲そんな感じで入ってるんですけど、私が好きやなという思う曲は Ears of the Monkey っていう曲で、まあ、四つ打ちの中にこうパーカッションがこう絡んできて、でこう気持ちよくシンセが入ってくるっていうような気持ちのいい踊れる曲ですね。まあ、パーカッションが入ってくると私はどうしても好きになってしまうっていう傾向があるんですけど、まあ気持ちいい曲なんで、よかったら聴いてみてください。まあ、そんなヨリス・ボーンなんですけど、私は2006年に彼の DJ を見たことがあって、ケインシーさんのやってるスタンダードっていうイベントがあって、その中にゲスト DJ で呼ばれてきたんですけど、まあ私も踊り狂いましたし、フロア全員が踊り狂ってたんちゃうかなっていうような、プレイでしたね。もうもはやね、照明の人もノリノリになりすぎたのか、まあ、よくクラブでこうストロボがこうバチバチと焚かれたりするんですけど、ストロボが焚かれる頻度があまりにもすごすぎて、もうピカ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 してるんですよ。友達もやばいとか言ってたんですけど、ほんまにやばいんちゃうかなっていう転換になりそうな感じがあって、案の定私らの前で踊ってた人がふわって横に倒れはりましたけどね。フロアのお客さんプラススタッフも全部巻き込んで踊り狂わせるっていうような、そんなヨリス・ボーンでございますね。まあその当時もそうですけど、この彼のそのインシデントっていう曲はほんまにクラブでめちゃくちゃ聴いたんで、で今でもやっぱり流れるようなんで、クラブミュージックの定番曲としては知っといた方がいい曲ですねっていうので、まあ聴いたことない人はぜひインシデントを聴いてみてください。そんなヨリス・ボーンのデビューアルバム、フューチャーヒストリーのご紹介でございました。最後まで見てくれてありがとう。次回もお楽しみに。バイバイ。